手自体はね、はい、あの打点も低くて、うんうん、なんですけどやっぱりねこれだけ、うん、内容がめちゃくちゃ濃いですよね、はい、うん、木原はこの手牌トンガドイツですが、そしてドッポはこの手牌、あードラ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 、一目につできました。何か見入ってしまいそうな、そうですね、対局が続いています。お、まあ、やっぱりネット麻雀だと仕掛けが多いんですよね、はい、仕掛けが多い打ち手が多いので、はい、まあ、それだけそこで勝ってる人って相当仕掛けを読めるんですよね。うん、うん、なのでそれが今日は、まあ、最強戦ルールですけど、うん、まあ、ネット麻雀での戦いが、まあ、リアル麻雀で再現されてるような感じですよね。うん、うん、一目つできました。朝倉がイーシャンテン、そしてヒョントイツですね、うん、ちょっとドイツには手かけたくないですね、うんうん、トッポさんのねこの、まあ、基本ですけど、うん、ちょっと単野王っぽいんですけどイーソーとキューソー残してて、はい、まあ嘘があったんで、うん、まあ、こういう時は3とか7引いた時はリャンカンに取れるんで、はい、まあ、残しとくのがやっぱり手広くなるというか、うん、ロスしないコツですね、お手本みたいな、はい、あ、いいですね、まあ3ピンですか、9ピンが2枚切れてるんですね、じゃあ9ピン切りもあるけど、ウーソーダイレクトで引いたときはおそらく9ピンとトンのシャンポン、9ピン2枚切れてるけどシャンポンでリーチ打つ構想だと思うんで、うん、リーシャンテントッポです、はい、これは失敗なんですが、振り点残すかどうか、うん、残しませんでした、まあ、一通がありますからね、はい、ここで9ピンに1枚手かけます。わあ、一番いっぱい出ました、サブローピン、相当景色がいいですね、ピンズがね、ゆうせいさん3ピン切り遅れちゃったんだ、うん、残したことが裏目になってしまっています、まあ、ただ行く手になってないのが幸いですね、うん、うん、まあ想像が現物なのでいくらトップ取り麻雀とはいえこれはやめると思いますね、現物の急走打つか、まあ、ウーソーイーソーも現物だったんで、その中でどれを選択するかでしたね、やっぱこの手からはいけないので、まあ、急走なり、はい、パーソーなりが朝倉さん焼原さんに通っているので、はい、うん、やっぱそっちを残したかったっていうところでしょうかね、木原がトンゴポンです、迎えしますね、これカンパーピンの天牌、現物持ちだ、まあ、このカンパーピンもよく見えますよね、はい、1人がパーピンを2巡目に切っていて2人は2巡目に9ピンを切ってる、3枚残りのカンパーピンですか、そうですね、サブローピンも3枚、サブローピンも3枚、木原さんローピン吸収できますもんね、はい、ある程度いくんじゃないですかこれは、
おお、かわした、ピン捉えました、大きい。木原戦は1600でドッポの D 長かわしました。なんか今のもう渋い曲となりましたですね、もう本当、はい